横浜 FC リークトレーニングセンターは、いずれも神奈川県横浜市にある J リーグ横浜 FC の練習場。ほどが役に所在、西谷トレーニングセンター、戸塚区に所在、戸塚トレーニングセンタークラブハウスグラウンド、横浜 FC は2009年秋に横浜市水道局が土地を所有するほどが役、西谷浄水場の体育施設活用事業者の募集に応募し、 自チームの練習やトレーニング施設の拡充、地域貢献などが評価され、同年11月26日同事業者に認定された。その後2010年3月19日、横浜市水道局から同年4月より10年間の賃貸借契約を結ぶことで合意した。これを受けて、横浜 FC は練習場の機能を戸塚ト,トレセンから西谷に移動することになり、 4月1日から6月下旬にかけて工事を着手した。施設は屋外の練習グラウンド2面を設置し、夜間練習にも対応できるナイター照明設備も完備。また西谷浄水場管理棟を改装したクラブハウスや体育館も設置される。この新練習場も引き続き、リークが命名権を取得し、表題の名称を西谷の移転後も引き継ぐことになった。 横浜 FC は設立当初は固定した練習会場がなく一般市民と同条件で横浜市内や周辺市長の施設利用の申し込みをして練習場を転々とする生活が続いた2007年に横浜 F マリノスがマリノスタウンに練習拠点を移すにあたりマリノスがそれまで使用していたトツカトレ線の専用利用を開始したが 民間施設ゆえ賃貸料も安くなく、また株組織の練習に使うに際してもグラウンドが手狭であるため、公共施設で賃貸料も低く抑えられるとともに、練習施設の充実を図ることが可能な、西谷トレゼンへの移動を決めたという、横浜 FC リークトレーニングセンター、神奈川県横浜市戸塚区にあるサッカー練習用の施設、J リーグクラブ、横浜 FC が、 練習場として使用していた。施設の開発、保有、運営管理は、横浜カントリークラブを経営する、株式会社横浜国際ゴルフクラブが、子会社の株式会社横浜スポーツマンクラブを通じて、行っていた。元々は、歩道が屋太陽球場として開場し、1980年から、プロ野球、セントラルリーグのチーム、横浜太陽ホエールズガニ軍のホームスタジアム 練習場として使用していた。しかし、1986年に平塚球場が完成すると、同チームの2軍は移転、その後も練習場として使用されていたが、1987年には横浜対応ホエールズ総合練習場が完成し、練習場も移転。野球場としては教用廃止され、その後はパターゴルフ場として使用されていた。1994年、 J リーグ、横浜フリューゲルスが練習場として使用するにあたり現在の姿に改修され、横浜フリューゲルス東ト塚トレーニングセンターと解消される。1998年のシーズン終了後、同クラブが横浜マリノスに九州合併され、横浜 F マリノスとなったことに伴い、ト塚トレーニングセンターと解消され、引き続き使用されたが、 2006年にマリノスタウンの完成に伴い同クラブが練習場を移転すると横浜 FC が施設をそのまま引き継ぐ形で練習場として使用を開始したちなみに同クラブはそれまで新横フットボールパークをメインに日産フィールド小机など複数の施設を練習場として使用していたがクラブハウスはなくこの時点でクラブ史上初めてクラブハウスを手に入れたということに なっ2007年2月、株式会社、リーックが3年間の契約でネーミングライツを取得し、現在の名称となった。2010年7月、施設拡充のために西に浄水場運動施設に新設された新トレセンに練習拠点を移転した。その後の使用状況については、西谷トレセンの天然芝グラウンドの生育状況が不十分であるため、2010年夏期秋まで、 トップチームの練習は引き続きこの突火トレ線で行われた。横浜 FC の西谷への移転後は、横浜スポーツマンクラブにより貸しグラウンドとして運営されていたが、2013年5月より、一般社団法人横浜 FC スポーツクラブが沈借することとなった。それに伴い、グラウンドが人工芝化されることとなり、天然芝グラウンドとしての運営は2013年7月を、 持って終了した。その後人工芝ピッチが整備され2013年10月より施設説明書横浜 FC 唐突カフットボールパークイン、横浜スポーツマンクラブとしてオープンした。東戸塚は女子チームの横浜 FC シーガルズが練習場として使用するほか、横浜 FC サッカースクール東戸塚校の会場としても使用する。神奈川新聞。 2009年11月26日、横浜 FC、西谷浄水場内の体育施設を練習場に、横浜 FC2010 年3月19日、横浜 FC クラブハウス、西谷浄水場内体育施設へ、移転正式決定のお知らせハットジェイズゴール2010年6月23日、J2 日記、横浜 FC、7月から練習場が移転。 過去にお世話になったすべての練習場に感謝しつつ、クラブの次へのステップアップにしたい、ほどがや太陽球場に関するカテゴリー、ありがとうございます。